こんにちは、しんのじチャンネル、しんです。ここは能登島のもう甲田というところなんですね。ちょうど島の真ん中ぐらいって言っていいのかな、それぐらいのところ、中心部です。まあ夏の空ということで、気温の方もこれからどんどんと、うなぎ登りに上がってきそうなので、とりあえず午前中だけ能登島で遊ぼうかなということで、東側の方、走ってみることにしました。こちらの方は今信号を曲がってきましたけれども、ここから先は全く信号のない、まあのびのびと走ることができる、そういう東側なんですね。で、車なんかもほとんどいませんし、地元の人が訪れるような感じのところかな。この先にはキャンプ場なんかもあるんですけれども、今日は平日ということもありますので、その利用客っていうのもね、ほとんどいないんじゃないかなと思います。本当に地元の人、だけなんじゃないかなということで、平日ならではの遊び方をしているという感じです。ここは今お話をしましたように、八ヶ崎海水浴場、そして、松島の海水浴場ということで、こっちまで来るとね、いろいろとこう今の時期だとその海水浴場とかね、キャンプとかっていうシーズンではあるんですけれども、平日ということもあって、そういったレジャーに訪れている車とかはね、ほとんどいないと、そんな感じです。ちょっと雲が多いので、微妙なんですけど、立山はね、本当はこの辺りから、天気が良かったりすると見えるんですよね。でも見えないな、今日はな、雲が。この方角にね、立山見えるんですけれども、ちょっと雲がね、今日多いので、ただこうやって海岸がね、とても綺麗に見える、そういうようなところになっているので、こうやってね、いい感じじゃないですか。これが能登島の東湾側になります。ほとんどこうやってね、車もいないし、テトラポットとかそういうのはあるんですけれども、結構自然がね、まだまだ残されたいいエリアだと私はここお気に入りなんですよ。自然がいっぱいあるんでね。はい。で、このままぐるっとね、回って、そして
さらに東湾側の方にね、行ってみようかなというふうに思います。ところどころ工事してるね。あ、間違えた間違えた間違えた、逆やった。間違えました。こちらから東湾側の方にね行きたいと思いますよ。まあこの辺まで来ますとね、地元民しか通らないかな。ただここはルートバス通りますので、まあ、地元の人のね、そのバスはその生活の足ということで、時々バス通ってますけれども、基本はもう観光客もこの道、知らないですし、地元の人だけしか通らないという道です。で、小さい漁港なんかもあるんですけれども、まあそれでも日中はね人は歩いてないというので、まあここも私のおすすめ、バイクで走るには結構楽しめる面白い道ということで、まあ、途中本土が見える、ちょっとした休憩スポット、まあ、本当に車止めるだけのスポットですけれどもありますので、そちらまで行ってみたいかなというふうに思います。はい、ここです。あ、草刈りされてる、ちゃんと。はい、この向こうに見えるね景色が本土ですね。そしてちょっと木で見えないんですけど、大高力発電所と、まあ、エネルギー備蓄センターなんかもね、見えるところ、まあ、私よく大高力発電所の前の県道246号線走ってますけれども、まあ、その辺りの方面ですね、はい、歩いていくと少し高台になっていてね、こんな感じ、とても見晴らしがいいですね、はい、ちょっとあれ煙突見えますけれども、ここがね、私の、まあ、本当に隠れた私だけのスポット的な感じでね、時間があったら、あ、こうやって遊びに来ております。いや、30度ないとね、涼しい。はい、それでは少し。ここで休みたいと思います。